アメリカ社会民主主義とは、アメリカ合衆国で19世紀末から1910年代にかけて存在した革新政党。共同協会とも、アメリカ社会党の前身としても知られる。友人 V デブス友人 V デブス友人 V デブスが1894年のプルマンストライキで投獄後、社会主義思想に感化。1896年の大統領選挙では、 ウィリアム・ジェニングス・ブライアンを支持したにもかかわらず、1897年1月社会主義へ転向するに至った。同年6月には、アメリカ鉄道労働組合の大会をシカゴで開催するが、その席上あると共同共同体協会の分派などとの合併を決定。これが新組織であるアメリカ社会民主主義の誕生へとつながった。なお、あるが発行していた。 レールウェイタイムズは新組織の公式機関紙、社会民主主義として再出発を図ることとなる。新党結成の際、あるや BCC の関係者のうちビクター・エールバーガーの周辺に集まっていたのが中西部で独自に活動を展開していた社会主義者であった。主としてドイツ系アメリカ人から構成される、このグループは緩やかな連合体である。 社会民主主義協会を良好な状態で維持し、全米最古とされる社会主義系の日刊紙「ミルウォーキー・フォルバルズを刊行。同協会は選挙な関図口法事値を通じた社会主義理念の実現を重視し、労働者に対して当面の重要な問題を訴えるスタイルをとっていた。著名なアメリカ人の支持者としては、セーモア・ステッドマンやフレデリック・ヒースらがいる。 アメリカ社会労働党 SDA が結成される一方で革新政党としては先輩格にあたるアメリカ社会労働党内部では内輪もめが少なくなかったニューヨークシマンハッタンのロワー,ーイーストサイド地区のユダヤ人党員の中に二重組合主義に反発する者がいたのであるその結果としてイディッシュ後の党機関紙ドス・アベンド・ブラッドやアルベター・ザイトングは 党が直接管理運営することとなる。ユダヤ人党員に党活動の浸透を図るため、11種デリーフォワード市を刊行したり、新聞協会を立ち上げたことに対し、反主流派が反発すると、党執行部は党大会で地方支部を除名。除名された地方支部は会議を開き、SDA への合流を決定するに至った。 この分派の著名な党員としては、エイブラハム・カーハン、メイヤー・ロンドン、イサー・クアワー・リッチ、モリス・ウィンチェフスキー、マイケル・ザメトキン、マックス・スパイン及び、ルイス・エフ・ミラーがいる。セントルイスでは、地元の SLP 支部が、アルバート・サンダーソンや、ギュスター・ブ・ホーン編集の機関誌である、労働を発行しており、やはり二重組合主義に反対し、同党からの脱退をちらつかせていた。 1896年の党大会で、機関死が除名処分となったものの、党執行部に対する悪感情は続いた。1897年1月には、同支部がプリーストバックという党員を再入党させることとなる。プリーストバックは、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンを支持するため前年に離党しており、復帰にあたり行われた投票では、規定の得票率を得るに至らなかった。 中誠心のある党員の陳情により、セントルイス支部の再建が果たせた一方で、ここでも、反主流派は、SDA へと流れていく。なお、この出来事は、同年8月に発生しているが、同じ月2889年に SLP から分裂した、ビルヘルム・ローゼンバーグ率いる、ドイツ人集団である、社会民主同盟の一部が、SDA へ参加。いずれにせよ、決闘がなった。 SDA だが、主目的を権力掌握とするものと BCC の影響を受け、社会主義者のコロニーを設立し西部を社会主義化させることで事実上の権力掌握を図ろうとするものがおり、最初期から分裂状態にあった。1898年6月7日に開催された初の党大会でも、最初から西方植民派と、 政治活動家との間で並々ならぬ緊張が横たわり、当公領委員会の報告が聞かれた6月10日には分裂が頂点に達した。ビクター・ヴィバーガーやマーガレット・ヘールが発表した多数派の報告が植民計画の放棄を推奨したのである。公領の策定は長く辛い議論を引き起こし、午前2時まで長引いた挙句。 翌朝植民公領が賛成五十三に対し反対三十七で通ることとなる。政治活動を重視する反主流派はアメリカ社会民主党を立ち上げ、同党は1901年に他のグループを休合しアメリカ社会党となった。党大会から右与曲折を経ながらも植民計画が実行へと動き出していく。植民がすぐにでもならなければ組織が持たないとの 懸念から、サイラス・フィールド・ウィラードにコロニーを所有する権限を与えることとなる。ウィラードは、ピュージェット案に良好があることを指摘した党員の J.B. ファウラーの助言を仰ぐべく、シアトルへ向かった。1898年10月18日、キトサップ軍の土地260エーカーを6000ドルで購入。20日には、初の入植者が到着した。 人口は120名を超えなかったが、コロニー自体は数年間成長。もともと組合と名付けられていたが、住民は次第に近くのバーレー側にちなみ、バーレーと呼ぶようになる。コロニーでは農業や漁業、林業がなされたほか、タバコやジャム、機関紙の定期購読料から収入を得ていた。また、観光客向けの宿屋も開業。 当初はウィラードがコロニーを牽引していたが、1899年に離れ、カリフォルニア州ロマランドの新地学コロニーへと移ることとなる。後に郵便投票で選ばれた12名から構成される受託者委員会が統治を行う。コロニーの機関紙である共同者は1898年2月から1906年6月まで観光。 当初は8ページの週刊誌であったが、1902年に32ページの月刊誌、1903年10月には16ページの雑誌へと形態を変えることとなる。1900年代末に入ると、コロニーは衰退を余儀なくされる。1904年12月一部の会員が、バーレー・ロッチデール貿易協会に合流し、3ヶ月後には、共同協会自体が、 合弁会社へと再編成された。1908年までには150名の教会員を有するも、コロニーの住民は17名へと激減。1912年末、受託者は、教会解散に向け株主総会を開いたが、賛意を得られず、法廷へと持ち込まれることとなる。1913年1月10日には、ジョン・ピー・ング判事が、共同教会解散を命じ、財産を 管財任管理下に置いた。資産は1924年を最後に全て売却された。ありがとうございます。